はい、ナオタンです。こんにちは。こんにちは。今日は三木市から小野市へね、行ってみたいと思います。やっぱね、お花ですよ、この時期はね。またね、アジサイ見に行きますよ。はい、それとフルーツ買いに行きますよ。あ、やった、フルーツね。スイカはダメらしいですすっかりスイカの時期なんですけどね、それは次回ぐらいかな。そうよね。では行ってみたいと思います。はい。はい、やってまいりました。アジサイフローラミキです。今アジサイ祭りをやってます。はい、駐車場はねこんな感じでね、かなり広いです。行ってみましょう。あ、すごいアジサイ。そこがバイキングか、あれでアジサイって読むのって。どんな感じなの。あ、いいやん。広いね。広いな。うん。実際に。大人が1980円。まあまあの値段ですね。パラソル。アジサイ祭りの期間中、園内で貸し出しあります。インフォメーションまで。この傘を使ってフォトコンテストに応募できるってことね。売ってんのこの傘。アジサイ散策チケット自動販売機で。これで買うんだ。これ。これマップだ。ルートマップ。あ、いいね。トイレ先に済ませておきましょう。あそこ受付なってる。うん。あ、綺麗。ほんまやな。こっからか。あ、もう早速。早速お借りさせてますよ。もうちゃんと遊具もあるんやな、こんな感じで。もともとはミキホースランドの中の敷地で、そこをね2020年にアジサイの森としてリニューアルオープンされたから、つい最近なんやな。そうやね。ここはもう道の駅が近いからな、一緒に回るとちょうどいいやろうけどね。あ、綺麗やな。綺麗 ね、青いアジサイが、水流れてるな。この辺りはまだまだつぼみやね。順路こっちになってんな。左スプリンクラーが回ってるわ。木陰なんで暑い日もなんとか行けそう。そやな。順路こっちかな。これ渡っていったら、ああ、わ、本当だ。青いのが綺麗。わ、本当綺麗ね、川と一緒に。ちょろちょろ水も流れてきて、森の中を探索する感じなんで、虫除けスプレーはしといた方がいいらしいです。そやな、蚊が出てきそうやもんな。すごいね、色が。綺麗。じわじわとね、赤も出てきてるんだな。赤があった。綺麗。ここはええな、日陰があって暑さしのいでくれるわ、これ。下もね、雨降ってもドロドロにはな、硬いね、土やから。ここのアジサイは1万5000本あるんだって。朝一番かな、やっぱり来るのは。涼しい時間帯にね、来たらね、楽しめるでしょ。この辺も全部色づいたら綺麗わな、それも。おー、ここはええわ。綺麗な。ここは綺麗に咲いてる、すごく。一緒にやって撮っております。はい、映えますね。最高です。お尻に傘ついてんの。カートが置いてあるよ。あ、動くんや、ちゃんと。あ、ペダルでこぐんか。
はい、やってまいりました。洋食の太陽さん、ボリュームがあってね、リーズナブルということで、オムライスが美味しいんやって。いろんな店舗が入ってるところね。サンロード5、1階の部分にある。で、駐車場はね、裏に10台ぐらいあるのかな、共用なんですよね。前回ね、このね、先のね、直江さんがね、すぐ近くにあるので。クッションの直江さんね、うん、よかったら、はい、もっと多く行ったら池町さんとかね。そう、池町商店さん、うん、鍋焼きうどんのね、合わせていけるよね、はい、今日のスペシャルメニュー、うん、揚げ鶏のわさびマヨネーズソース定食1400円。ああ、メニューがいろいろあるみたいですけど。お待たせ。こんにちは。こんにちは。はい、うん、はい、そうです。今日は開店と同時にね、来させてもらったんで、うん、一番お昼時はすごく混雑してて、うん、待ち時間があるようなんで、余裕持って来た方がいいかも。あそこなんかボックス席っぽくなってるし、うん、それと入り口から左側にもね、2、3席あったよ。オッケー、うん、定食が1040円からあるよね、うん、からあるよね、安い。ミックスくらいだともう一つボリュームが上がるよな、これ、うん、オムライスのご飯の量がすごいらしいよ。あ、そうね、一緒。オムライスとカレー一緒に食べたいだけ、ここで。すごいな、こういうのね、オムライスの横に、うん、オムライス900円から。あ、いろんな種類のチリオムライス、大盛りもできるんだ。あ、150円。トッピング、トロッとか、スープ。悩むな、こんだけやったら。オムライスやカレーを、ご飯の量を3分の2にして、その分サラダつけるんだ。あ、いいね。で、お値段そのまま。それにしよう。だから、くて、そう。スパー。そう。おー、すごい。だってね。唐揚げ何個ある？小さいシーフード大きいのにね。そう、ご飯のモリモリがすごいな。これ普通盛り、すごい多いよ。それとお漬物とお味噌汁。はい、ありがとう。やったらいい。はい、はい、オムライスがこれ3分の2の大きさでも、普通のオムライスと同じぐらい。と、あとサラダ。定食と一緒。うん。単品と同じ値段で、サラダセットにしました。いただきます。いや、この、なんかこのイラストも可愛いよね。可愛いな。なんか印象的。ね、バターのいい香りがするのよね。おー、よう絞れるわ、これも。もうすごい絞れるわ。お皿も可愛い。太陽さんのこの絵が描いてあるの、ほら。うん、ほんまや。ね、こっちも描いてますよ。ほんとほんと。さあ、早速から揚げ。カラッとしてるで、これ。いい音。まあ、ニンニク効いて美味しい。うん、うん、美味しいね。これソース美味しいわ。デミグラスに近い色してて、うん、酸味控えめかな、うん、美味しいわ、うん、美味しい、美味しいわ。ニンニクかな、ジューシー。このスパゲティサラダ、うん、思った以上に酸味が効いてる。あ、そうね、うん、さっぱり。まあ、すごい持ったら硬いで、うん、うまっ。美味しいね、これ、うん、もも肉で、うん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 、ジューシー、うん、あ、なかなかのコスパがええわ。うまいね、ほんと。これももだね。結構味噌汁は赤だしっぽいよね。そうだね、色は普通だけど、うん、卵のボリュームすごいな。そうね、ご飯もまあ、うん、でも美味しい、美味しい。ご飯ほら、みっちり入ってんの。
はい、やってまいりました。彩花工房もちのみさん。出てるやん、ここほら、急に。スイカ。季節限定の水羊羹と小島まんじゅう、ね。予約したらこんな可愛いケーキも作ってもらえるの。すごいね。駐車場はね、横手ですけども。こちらね。4台。すごいよ。お、すごい。もちろん、なるほど。こっちもケーキの位置で、かわいい。うわぁ、すごいな。かわいいね。予約とかとか。クリスマス、うん。敬老の日、父の日、母の日。ワンちゃんがかわいい。うん。うわぁ、すごい、子供の日。だから子供の日なんか、単品でね、これ1個ずつとか売ってたよ。へぇ、うん。すごい凝ってはるわ。和菓子好きのね、高齢の方とかのプレゼントにいいね。うん、あ、すごいね。なんかでも、新しい感じやね。なんか雰囲気が和菓子という感じ。うん、はい、再びやってまいりました。山本果物店さんです。はい。バナナジュースがめちゃめちゃ美味しいという評判なんですけれども。うん、それで飲みに来ました。はい、昭和44年からされていて。結構長いね。2022年からバナナジュースを始められたらしいねんけど。ジュース作ってくれてはるの。賞味期限15分。バナナ完熟倉庫。熟成してるんですか？え、ストーブ？ほんまや。唯一のこだわりがこの、いや入った時から粉なんです。あ、青い真っ青。まあ、2、3にかけて、はい、熟成させるんですね。そうです。あ、ほんまや、色してる。あ、ほんまや、香りがすごい、もうバナナの。はい、バナナジュースね。うん、はい、あ、なんか席数が増えとるよ。特設で食べれるとこができてる。美味しいな、シフォンケーキね。夏の間はね、お休みなんやって、うん、あ、いい写真がある。昔こんなんやったんや。すごい歴史があるね。いい効果がすごくできてるね。濃厚バナナジュースなんやけれども、うん、季節のトッピング追加もできるんやって。匂い分かります。あ、ほんまや。これ固めでもう 5、6 日食べ頃じゃないのはね、匂いしないと思うんですよ、はい、あ、ほんまや、ちょっと遠いな。で、こう叩いてもね、この音がこのボテボテいうの大体中の状態分かるから。あ、で、変えときます。あ、すいません。これいただいていいですか？普通の味噌じゃ回れへんねやろな、うん、あの硬さは。だってあれパワーのあるミキサーやもん。あ、そうそうそう。あー、すいません。急げ。いただきます。いや、美味しいわ。美味しい。めっちゃ甘いやん、これ。バナナだけでこの甘さやね。甘いな。ボリューム多いし、すごいね、これ。
自分は遊び終わったんでね、切りましょう。スイカノートが1冊目終わりまして、はい、1冊目ね終わったんでね、もう続いて今年2冊目入ってます。こだまスイカね、ウリボーとかね、独り占めとかね、姫感染とか分けありでね、お安ご1000円、分けありってどういうわけか分かりませんけど。おー、ええ音、せーの、どう、ほら薄い皮が。いただきます。うん、甘い甘い、うん、全然分けなしですよ。うん、うん、美味しい、うん、今回はね、父の日のプレゼントがあったので、まあ、ちょっと小さいのでね、うん、我慢してもらいました。絵は美味しいわ、ほんま。そう、端っこも美味しいもん。そう、よかったね、うん、美味しいでしょ。甘い甘い甘い、ね、うん、私ぐらい、うん、何言ってはんの。これはどこ出しても恥ずかしくないわ、うん、どこへ出すんやろ。ああ、もうこの後誰も食べられへん。もう知らぬいっていうのは甘夏みたいな柑橘系の賞味期限2日間。スイカって、いきます。はい、せーので。ちょっと、あ、切れた。こんにちは、ほら、はい、さようなら。いやいや、私自分のはやめてやめて自分のことは自分にするから。締め上げんねんね。うわ、こわばっかーと。はい、いただきまーす。うん、シャリシャリ、このスイカ。姫感染よりシャリシャリやわ。交換してみる。こっちの方が好きやけどね。いや、絶対こっちの方が。まあ、好みですからね、うん。いやいやいや、絶対こっちの方が美味しい。スイカは友達です。スイカしか友達いない。うん。はい、今日はね、三木市から小野市、渡って楽しみましたけども。楽しんだね。よかったね、アジサイも綺麗でしたしね、うん、お昼もめっちゃ満足するとこやったし、大満足だったよね、はい、で、バナナジュースも、バナナジュースやっぱり美味しい、やっぱり美味しいし、ボリュームすごいわ、やっぱり美味しい。ギフトも丁寧に選んでもらえて、うん、すごい良かったです。よかったな。食べ頃とか教えてもらえますからね、ぜひともね、はい、皆さん、まあ、気に入ったとこあったらね、行ってみてください、はい、最後まで視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。